千歳線は、北海道苫小牧市の沼の谷駅から北海道札幌市白石区の白石駅を結ぶ本線と、北海道千歳市の南千歳駅から分岐して、同市の新千歳空港駅に至る支線からなる、北海道旅客鉄道の鉄道路線である。沼の谷駅で、室蘭本線、南千歳駅で、関昌線、白石駅で、函館本線と接続する。 列車運行上の千歳線は、室蘭本線の苫小牧駅沼の谷駅間及び、函館本線の白石駅札幌駅間を含めた、苫小牧市の苫小牧駅から、札幌市北区の札幌駅までである。JR 北海道の道内間欠路線で唯一、全線が複線化されている路線である。なお、函館本線と並列している、白石駅札幌駅間は専用の複線を、 走行している。札幌市から道南、道東へと至る主要幹線であると同時に、新千歳空港へのアクセス路線、札幌近郊の通勤輸送路線、札幌都市圏と道外への物流ルートとしての多彩な性格を合わせ持つ。特に南千歳北の区間は、北海道内では有数の過密ダイヤ路線である。また、本線区間では、 日本貨物鉄道による貨物列車が運転される。支線を含む全線が室蘭本線の苫小牧駅沼の単駅間と合わせて IC 乗車カードキーティカの利用エリアに含まれている。札幌ビール定園駅、上野駅では普通列車でも通過する列車が存在する。なお、耳駅は利用客の減少により2017年3月4日に廃止となった。 支線である南千歳駅から新千歳空港駅間は、加算運賃区間のため、キロ数で計算した運賃に20円が加算される。なお、この加算運賃は2019年9月末までは140円であった。1926年8月21日、北海道鉄道の札幌線として付設された路線である。連帯輸送面から見ると、札幌線は両端を、 国鉄室蘭本線、函館本線に制されたローカル線であったが、室蘭本線が石炭輸送を重視して建設された経緯から、太平洋岸から石狩丹田に近い追い分け、岩見沢へと伸びていた、都合上、それまで存在しなかった苫小牧札幌間の、短絡ルートとしての機能を果たした。札幌線開業時の沼の単駅内部駅間は1日、 往復で、百下混合列車が主流だった。所要時間は、沼の谷駅内貿駅間が2時間20分、千歳駅内貿駅間は1時間30分だった。日丹地区の住民による運動が続けられた結果、1934年10月1日から、室蘭本線の苫小牧駅沼の谷駅間、1940年10月26日から、 函館本線の苗某駅札幌駅間にそれぞれ旅客列車が乗り入れを開始すると、苫小牧駅札幌駅間が1日4往復の直通運転となり、所要時間も苫小牧駅札幌駅間が約1時間30分となった。また、1935年12月1日からは、内燃機動車501系の運用を開始し、道内旅客列車無縁化の行使ともなった。 太平洋戦争中の1943年8月1日、戦時輸送体制強化のため、第12航空艦隊司令部が置かれた千歳海軍、航空大基地を沿線に持つ札幌線は、戦争遂行上の兵員輸送や、物資輸送のために国によって、戦時買収され、国鉄千歳線となった。廃線直後は、苫小牧駅札幌駅間が一往復。 戸間小前駅内部駅間及び、戸間小前駅地と正規江庭駅間が数本のみであったが、1950年10月1日には、戦時中と同じ戸間小前駅札幌駅間4、往復体制に戻った。1953年12月からは、すべての旅客列車、混合列車が、札幌駅発着となった。戦前、札幌と函館方面を結ぶ路線としては、小樽、 くっちゃん経由の函館本線が幹線として機能していた。これは、千歳線の老板の軟弱さや、急曲線を要する北広島駅内部駅間の線形の悪さが相路となっていたためとも言われる。しかし、函館本線は急行場を要するおしゃまんべ駅、小樽駅間、いわゆる山線がネックとなっており、これに比べ平坦な室蘭本線の おしゃまんべき沼の単疫艦とこれに接続する、千歳線区間、いわゆる海線は、線中、戦後を通じ、輸送力増強の検知から改良を加えられてきた。1950年代から優等列車の設定も行われ、1960年代以降は 30km 以上遠回りながら、函館山線よりも高速運転に適する条件から、 函館札幌間のメインルートの地位を確立する。1961年10月1日には、三陸島のダイヤ改正で特急、大空が運行を開始するなど、輸送力増強が図られ続けた。なお、当初、大空は、千歳線内は、全駅通過、苫小牧と札幌に停車していた。1965年9月22日の千歳駅、 江庭駅間を皮切りに、1969年9月25日までに、江庭駅北広島駅間、耳駅千歳駅間、上名駅、耳駅間、沼の丹駅上名駅間で順次伏線化が行われた。1973年9月9日には新札幌、副都心開発計画に合わせて、線形が悪く輸送上のネックであった北広島駅、 内部駅間の線路付け替えが行われ、全線複線化が完了。1980年10月1日には、全線が電化と千歳空港駅の開設が行われ、札幌都市圏の重要な通勤路線や、札幌市内から千歳飛行場へのアクセスルートとして、列車の増発や所要時間短縮などの輸送力増強が進められた。 1981年10月1日に、関昌線が開業。千歳空港駅で、千歳線と接続し、札幌方面と新徳、帯広、釧路方面を短絡するルートとなった。従来の根室本線優等列車の多くは、札幌から函館本線を北上し、滝川から根室本線を南下して、新徳に至っていたが、それらほとんどが、千歳線経由で、 石章線に入って、新徳に向かうようになり、道東方面への幹線としての性格も合わせ持つようになった。1986年11月1日に、函館本線おしゃまんべ駅おたる駅間の山線から、定期の優等列車が全廃されて、以降は、札幌方面と函館方面を結ぶ、唯一の幹線ルートとして、特急、北斗や、新大特急、 夜行急行高速貨物列車などが頻繁に運行され、線路の強化や高速化などが実施されている。1987年4月1日の国鉄分割民営化に伴い、道路線は北海道旅客鉄道へと承継された。1992年7月1日には、同日に供用を開始した新千歳空港ターミナルビルの地下へ乗り入れる単線の、 支線が開業した。2017年5月15日の JR 北海道の公式発表によると、輸送量像に対して新札幌駅、千歳駅の耐震基準が1970年以前の適用基準であるため、また新札幌駅ではコンクリート片が落下する実証が発生しているため、2017年度から2021年度にかけて、 高架橋の耐震工事の実施が予定されている。千歳線急線に後から新線を見る、北海道鉄道札幌線、国有鉄道ミニエーカ会後 DF200 系機関車で運行される、千歳線の貨物列車函館本線、室蘭本線とともに、函館駅札幌駅間を結ぶ幹線の一部で、特急、北斗が1日11往復運転されており、 これらを保管する形で、札幌駅室蘭駅間の特急、鈴蘭が運転されている。また、JR 貨物の運行する貨物列車も多数運転されている。また、札幌駅南千歳駅間は、関昌線、根室本線を経由して、帯広、釧路方面を結ぶルートの一部で、特急、大空、十勝が運転される。2020年3月13日までは、 函館、釧路方面の列車と新千歳空港方面の列車を乗り継ぐ場合、一部を除き南千歳駅では、同一ホームでの乗り換えとなっていた。使用されている車両は、以下の通り。地域輸送に関しては、函館本線及び室蘭本線を合わせた札幌から新千歳空港、苫小牧で一体的な運行が行われており、 線路名称上の終端駅である沼の単駅及び白石駅を発着とする列車はない。このうち4割程度の普通、快速列車が函館本線小樽方面に直通する。室蘭本線室蘭方面や札沼線と直通運転する列車も少数設定されている。空港連絡輸送として新千歳空港駅から札幌、小樽方面への快速、エアポートが おおむね12分間隔で運転されている。普通列車は、日中は1時間に2から3本程度運転されており、そのうち1本程度が、苫小牧駅までの運行、残りは、千歳駅での折り返しとなる。朝、夜の時間帯に限り、新千歳空港駅発着の普通列車も設定される。大半の普通列車は、北広島駅で快速と相互に接続する。 列車退避のできる駅、信号場はミミ信号場、南千歳駅、千歳駅、札幌ビール庭園駅、島松駅、北広島駅、上野っぽろ駅、白石駅。千歳駅発着で、南千歳駅から赤昌線の追い分け駅、新夕張駅まで直通する普通列車がある。この列車は、機動車で、ワンマン運転を実施している。なお、 これらの赤昌線直通のワンマン列車も、千歳線内では全ドアより上行できる。千歳線を含む札幌駅と苫小牧駅間において、2020年3月14日、改正ダイヤの日中の1時間あたりの平均運転本数は以下の通り。使用される車両は以下の通り。千歳線には臨時列車も数本運転されている。 過去に運転された列車は以下の通り区間ごとの輸送密度は以下の通り。なお、2012年以降 JR 北海道が公表しているデータについては実質的に一体化した運用を行っている室蘭本線と合算したものが公表されている。札幌県の収支と営業係数は以下の通り。いずれも管理費を含めた金額である。千歳線のみの収支。 営業係数は公表されていない。南千歳駅から新千歳空交換の年間の加算運賃収入は以下の通り。2017年度末時点での加算運賃収入等による設備投資額等の回収率は85.3%となっている。便宜上、末端部で全列車が乗り入れる室蘭本線、苫小牧駅沼の谷駅間。 函館本線白石駅札幌駅間も合わせて掲載。所在地の名称は廃止時点のもの。全駅北海道に所在。これらの区間は秘伝か、ありがとうございます。